こんにちは、ミカです。トースターで作れるお家で簡単本格パンという本を出版しました。オーブンがなくても初めての人でも手軽に美味しいパンが作れるレシピになっています。美味しくって楽しくって幸せになれるパンを一緒に作っていきましょう。今日はプチカフェオレパンを作っておきます。本には4時間で作れる作り方と2日間に分けて作る作り方をご紹介していますが、今日は4時間で作る作り方の方でやっていきます。作り方の工程を見ていきましょう。主に7つの工程に分かれています。まず計量と生地作りから始めていきます。アーモンドを120度のトースターで5分ローストしたら、包丁で細かくカットしていきましょう。ボウルに強力粉を計量し、インスタントドライイースト、砂糖、塩はそれぞれ小さい容器に計量し、その都度ボウルに加えていきましょう。インスタントコーヒーを溶かした牛乳と卵と米油を加えて、さらにカードの丸い方を使ってよく混ぜていきます。粉気がなくなるまでしっかり混ぜていきましょう。粉気がなくなったらカードで生地を広げていきます。ボウルに貼り付けるようにすると広がりやすいです。下準備で刻んでおいたアーモンドとチョコチップ20グラムを加えていきます。これから具を混ぜ込んでいきます。カードで生地を持ち上げて2つ折りにします。生地を広げて、さらに生地を持ち上げて2つ折りにする。そしてまた生地を広げる。この作業を10回繰り返していきましょう。生地持ち上げにくいですが、この作業がねとても大切になりますので、丁寧に行っていきましょう。10回終わりましたら、ボウルの周りとカードをきれいにしていきます。ここについている生地の材料の一部ですのでね、丁寧に取っていきましょう。生地が乾燥しないようにラップをしていきます。この後一次発酵に入ります。一次発酵は2つのやり方をご紹介しています。1つは1日で作り上げちゃう方法、もう1つは2日間に分けて作る方法です。今日は1日で作る方法でしていきますので、室温で2時間置いておきます。2時間経ったので成形をしていきましょう。生地が 1.8 倍ぐらいになっています。少し生地が緩くなっているのが分かりますか？打ち粉をしたテーブルに生地を出していきます。打ち粉は強力粉を使ってください。強力粉を軽く手に取り、テーブルにパラパラパラっと振りかけるように使っていきましょう。生地の上にも打ち粉をして軽く手で押さえます。綿棒で生地は厚さ1センチに伸ばしていきます。広げすぎると厚さがなくなって美味しくなくなっちゃいますので、あまり広げないようにしていきましょう。生地の形は気にしなくても OK です。4本にカットしていきますので、まずガイドラインをつけます。カードで1本ずつカットしていきましょう。カットしましたら、その1本をさらにランダムにカットしていきます。ただあまり大きさを変えないようにしてくださいね。大きさが違うと焼き時間が変わってきますので、なるべく形はいいんですけれども大きさは揃えるようにしていきましょう。カットした生地をアルミホイルを敷いた天板に並べていきます。生地同士がくっつかないように間隔を空けておくようにしていきましょう。このパンはね、焼き上がった後生地同士がくっついてしまっててもあまり気になりませんので、なるべくでいいですからね。それでも乗り切らない時には別にアルミホイルを用意してその上に乗せておきましょう。この後最終発酵をしていきます。室温で40分から60分発酵させていきます。乗らなかった生地は途中から冷蔵庫に入れておくようにしておきましょう。60分経ちましたので180度のトースターで10分焼いていきます。きちんと発酵できているかの見極めは、打ち粉をつけた指で生地を横から押してみます。指の跡が残っていれば OK です。トースターに入れて焼いていきます。焼き上がりが楽しみですね。はい、焼き上がりましたので出していきます。膨らみましたね。ケーキクーラーに移して冷ましていきます。アルミホイルごと移しちゃうと楽です。その後一つずつ丁寧に剥がしていきましょう。しっかり冷めましたので仕上げをしていきます。ビニール袋に
焼き上がったパンを入れて粉糖を入れていきます。ビニールの中に空気を入れて膨らませるように掴んであげましたら、この中で振ってあげましょう。全体的に粉糖をまぶしてあげてください。美味しそうですよね。こんな感じで仕上がります。朝食にもおやつにもお酒のおつまみにもぴったりなパンです。簡単ですので、ぜひ作ってみてくださいね。ではまた。